どうも、ゴルフプロの水谷です。今回は、スイングの中でもこのバックスイング、このトップの位置で左の腕、これが曲がってしまう方、結構多いんじゃないでしょうか。この時に、左の腕はしっかり伸びててほしいんですね。伸びた状態で振り下ろしていくと、ナイスショットにこう繋がっていくわけですが、構えて、しっかり伸ばす。そうすると、いいショット出ます。じゃあ、これどうやってやるか。このやり方、まあ、やる形は分かってるんだけど、じゃあ、それがどうしてもできない。どうすればできるのか、ここをしっかり押さえてやっていってほしいんですね。このチャンネル、しっかりと毎回毎回見てほしいですね。高評価もよろしくお願いします。では、早速いきたいと思いますが、バックスイングで左の腕、どうしても曲がっちゃうよっていう方は、今から言う2つ、この2つをちょっとやってみてください。で、1つは、しっかり肩を回しましょう。左の腕が、左の肩がこの顎のまで入ってくるかどうか、これがポイントになりますので、ちょっとこれを意識してみてください。で、もう一つは、まあ、これに少し関係するんですが、左手の特に小指の方が一番遠くまで行くようなイメージなんですね。ですから、バックスイングした時に、小指が自分から一番離れていくように、こういう感じで遠くに行ったなっていうふうに感じるようにやってみてください。まあ、これは手全体でもいいんですが、まあ、その中でも特に小指を意識すると、バックスイングで、少し小指が自分から離れていくイメージ。そこから振り抜いてあげるような、まあ、こんな動きになっていくといいと思います。少し最初は、まあ、感覚的に振りにくいと感じる人もいるかもしれないんですが、まあ、少し意識するだけでも大丈夫です。構えて少し小指が自分から離れる感じ、こういう感覚で打つと自然に腕が伸ばされてそのまま振り下ろされるような、そんな動きになっていくはずです。どういうふうに、まあ、打てばいいかと悩んじゃう方が結構多いですね。何やればいいかもう分かんないね。もうどうしようもない、もう嫌だみたいなね、そんな感じの方もいるんですけど、そうではなくて、やることをちゃんと明確にするのが大事です。今日は2つですね、左の肩をしっかり入れましょう、そして、まあ、それにつながっていくところですが、その左の肩がしっかり入っている中で、小指が遠くに上がるようなイメージでバックスイングしましょうね、まあ、これだけで大丈夫です。あとは一気に振り抜くんですけど、振り抜くところはもう何も考えなくていいですよ。今回は何も考えず、バックスイングだけちょっと意識してあげて、それで打ってあげれば大丈夫です。まあ、こんな風に1個、もしくは2個、バックスイングの1箇所というね、そんなイメージですけど、それを意識してあげるだけで十分変わってきますので、皆さんのスイング、いいスイングをさらにいい形でボールを捉えてあげると、ここから正しい形でクラブヘッドが降りてくるようになりますので、少しトップの位置からのこの切り返しのこの形が、まあ、理想的なインパクトになっていくように、まずはバックスイングでのトップの形、ここから上げて打ち抜いていくような、まあ、そんな動きが、しっかりできれば、必ずナイスショットにつながっていくと思いますので、皆さんのラウンドがもういいスコアになってほしいんですね。やっぱりゴルフってスコアどうでもいいという人もまあ、いますけど、スコアありきで進んでいることがほとんどですから、いいスコアにつながっていくように頑張ってやってみてください。最後ね、皆さんのラウンドで、まあ、スコア、これをぜひ、まあ、いろんなこう、ね、SNS で投稿、見させてもらったりする中で、いいスコアだなと思ったりね、することも非常に多いんですけど、そういうのを楽しみにやってますから、頑張って練習してみてください。では、さようなら。